新東名高速道路岡崎サービスエリアで聞き取り調査を行ったのはトラック G 面と呼ばれる中文運輸局の職員らですトラック運転手は荷主や元受け事業者の都合で工場などで長時間待たされたり適正な運賃が受け取れなかったりして過酷な労働条件から担い手不足が深刻となっています来年4月からトラック運転手の残業時間の規制が強化され 労働時間の短縮により輸送能力の不足が懸念される中、トラック G 面はトラック運転手の労働条件の改善を図るため長時間の荷待ちや契約にない作業を強いられていないかなどを確認し悪質な荷主などに対して法律に基づき働きかけや要請を行うとしています。